今日からこのチャンネルを通して基本や型、組手、そして礼儀や礼節などの、意味、練習方法などを皆さんに伝えていきたいと思っております。普段家でどんなことがしていいかわからないとか、練習の方法がわからないなど、いろんな声がありますので、このチャンネルを通して空手の練習をできるきっかけができればと思っております。まだちょっと余裕が出てきましたらですね、いろんな、選手のインタビューや、どういうふうにお家で練習してるかなどの、各家庭でのやり方なども説明できればと思っております。とにかく空手を家でできるように、そして楽しくなるように、これから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。